先日トッツで、ローファーを購入しました。台湾から引っ越してきてバタバタしながら、でも、休みなくずっと働いてきたので、ちょっと自分へのご褒美にベーシックな黒のものを選びました。結構私個性的なデザインのものが好きで、そういうものばかり集めてしまうんですけど、彼からいつも仕立てのいい一生もののベーシックなアイテムを揃えてから個性的なデザインのものを買った方がいいんじゃないってよく言われていて、まあ確かにそうだなって最近しみじみ思って、30代にもなりましたし、お仕事を頑張ってこうやって自分へのご褒美にこういうベーシックな一生もののアイテムを集めていきたいなと思っています。あとは、ユナイテッドアローズで綺麗なグリーンのスカートを購入しました。今日のコーデはユニクロとモネクロゴーチのコラボニットにアクネのデニムジャケット、そしてユナイテッドアローズで購入した緑のスカートに、ステラマッカートニーのバッグ、そして靴はトッツ。いきます。
上がりに桜花の湯上がりアイスを食べようと思います。どれにしようかな。桜花は恵比寿にある、アイスクリーム屋さんなんですけど、私ここのアイスが本当に好きで、今日はあの贅沢に4つ入りの湯上がりアイスを買ってきました。これが季節のアイスセットで、よもぎといちごミルク、いちご小豆、桜のフレーバーです。今日は、よもぎを食べたいと思います。私桜花のアイスでよもぎの味が一番好きかもしれないです。今お風呂上がりで一人リビングにいるんですけど、先生が最近胃の調子があんまり良くないからって言って、明日からファスティングをするって言って、もう早めに寝てます。なので、先生のいる前ではかわいそうでアイス食べれなかったので、ちょっとゆっくりお風呂に入って、今こっそりリビングで一人でアイス食べてます。明日から1日だけなんですけど、この有名なイエス東京のジュースクレンズを使ってファスティングするみたいです。それでは私はアイスタイムを楽しんで寝たいと思います。また明日。このグラノーラ最近お気に入りです。これめちゃくちゃ美味しいです。おやつとしても昼間とかに食べちゃいます。この中に入ってるココナッツスライスと、あとこのチョコレートが砕かれて入ってるんですけど、めちゃくちゃ美味しいです。おすすめです。数日前に行ってきたピープルフェスでいただいたものを紹介したいと思います。ピープルはナチュラル&オーガニックのセレクトショップなんですけど、私もよく行っているショップです。で、そのピープルが主催するフェスに今回ご招待いただき初めて行ってきたんですけれども、今回のピープルフェスのテーマはトーンオブウェーブス F 分の1だそうです。毛穴ケア、血液の健康、自然の香り、夏のペットケアの4つのキーワードで新商品についてご説明いただいたり、試させていただきました。こちらとこちらです。まずはピープルフェスで来場者全員にプレゼントされたものを紹介します。まずこちら、今回のピープルフェスのテーマのトートバッグと、こちらエコストアのリフィルボトルです。こちらからのボトルをエコストアの店舗に持って行って、食器用洗剤だったりとか洗濯用洗剤をこのボトルの中に詰めて持ち帰ることができます。このイベントの後にこのボトルを持って行って、食器用洗剤のエレモンの香りだったかなを入れて帰りました。このボトル1杯に食器用洗剤を詰めて、だいたい500円ぐらいで、購入することができました。あとこちらミネラルウォーター。次に紹介するのは、ピープルフェスの4つのキーワードでそれぞれブランドさんがブースを出していて、そこでお土産としていただいたものをいくつか紹介します。まずこちら、オーガニックプロテインですね。こちらは抹茶&バニラ味で、試飲させていただいたんですけど、とっても美味しくて、こちら試供品で2ついただいたんですけど、試してみて通常サイズを購入しようか検討しているところです。次がMVP マルチビタミンミネラルサプリ。こちらはこの大きな袋の中にこのように個包装されたサプリが入っています。この袋の中に5種類のサプリが入っていて、これ1つで27種類のビタミンとミネラルが一度に摂取できるそうです。こちら1袋で、30日分のサプリが入っているので、まずは1ヶ月試してみたいなと思っています。次はダムダムさんでトライアルセットをいただきました。中にはクレンザーとミスト化粧水、あとは以前いただいたリップ&スキンバームが入っています。今回ダムダムさんがブースでご紹介されてた新商品のロールオンパフュームオイルも全部いい香りだったので、こちらも気になったので試してみたいなと思います。次は、ローズラボさんのマルチミスト。こ
ちらは、埼玉県の自社農園で育てられたバラを使って作られたマルチミストだそうです。こちらは2層式の化粧水になっていて、この下のピンクの部分が、化粧水、この上のオレンジの部分が美容保湿オイルなので、こちらをよく振ってから使います。肌や髪、ネイルやハンドケアに使えるマルチミストです。とってもいいバラの香りがします。で、次に紹介するのがデイリリーさんの商品です。今回ビープルフェスにデイリリーさんからご招待いただきまして行ってきたんですけれども、デイリリーさんからこんなに素敵なお土産をいただいてしまいました。ありがとうございます。なので皆さんにもシェアしたいと思います。で、まずいただいたのがこちら。こちらはナツメです。こちらは美容と健康を手助けする最高のスーパーフードだそうです。このナツメはそのまま食べられるみたいです。初めて食べる。どんな味がするんだろう。こちら今食べてみたいと思います。こちらはイートビューティー、食べられるお茶です。こちら大さじ1杯をカップの中に入れて熱湯を注いで、そのままお茶として飲んだり、こちら中に入っている小豆、ハトムギ、ナツメも一緒に食べられるみたいです。こちらノンカフェインのお茶なので夜も気兼ねなく飲むことができるし、最近ツヤが足りないなっていう方だったりとか、あと産前産後の方も安心して飲めるお茶みたいです。あとこちらは一度使ったこともあるフェイスマスクです。こちらが新商品のピオニービューティーです。こちら書いてあるんですけど、無農薬で酵素栽培をした芍薬の葉や茎を使用したお茶で血を補う効果が期待できるそうです。芍薬は鎮痛、生理痛、生理不順、頭痛などに使われて、女性ホルモン分泌を整えたり、アンチエイジングや肌や髪も艶やかにしてくれるみたいです。で、こちらはこれからの時期水出しのお茶としても飲むことができるそうなので、ちょうど今私生理痛で苦しんでいて、でもこれからちょっと仕事しなくちゃいけないので、こちらのお茶を水出ししてデスクワークしながら飲みたいと思います。皆さんもぜひ、新商品試してみてください。デイリリーさん、ありがとうございました。
ナス来てなかった。あ、来てた。食べよう、山芋も。何する？これ山芋鉄板でしょ。山芋鉄板いいね。今日は今から浅草に行って、夜は桜のナイトクルーズをします。行ってきます。And I got $100 in my wallet. I've been trying to make it, do it for my mama. Ain't with the faking, never with the drama. She said that I'd make it, now I gotta honor that. Replace a Honda with a fucking Model X. Replace my exes with a couple models. She act out of pocket now. It's just a... 今日は初めてのクレンズデーですね。このジュースが1日分が8本あるので、この8本を2時間おきぐらいに1本ずつ飲んで、プラスでお水を 1から2リットル飲むんでしょう。はい。1本目 3A キャベツ、キュウリ、白菜、ごぼう、生姜、パイナップル、グレープフルーツ、うん、むくみ解消予防、肝臓機能回復、浄化促進。これはあれでしょ、ビギナーズセット。じゃあ一口にお水して、うん、
じゃあどうぞお願い。あ、待って、これくっさ、ちょっと待って今鼻にずっとごぼうが刺さってるの。鼻にずっといる。でもイエス東京って飲みやすいって噂だけどな。あとこれ、これだけだからと思うやん。じゃあ、じゃあ行くわ、行くわ、うん、頑張れ。はい、おめでとうございます。1本目2本目。セブンティーンはどうぞ、優雅に一旦匂いを嗅いでください。さっきと同じ匂いだよな。俺本当みんなやってんだから。色可愛いけどね。あ、比べ物にならないぐらい飲みやすい。あ、嘘。うん、え、私こっちの方が無理だ。いや、セロリの味するじゃん。あのね、こっちの方がまだ飲みやすい。本当に、うん、さっきのが飲みやすかったよ。これ全然いける。本当に。あれ、いけるんですよね。全然いけるわ。全然いけるんですよね、うん、はい、2本目カインです。これご褒美かもしれん。パイナップル、ライム、白菜、キャベツ、グレープフルーツ、レモン、チアシート。腸内環境改善、アンチエイジング、血糖値ダウン。3本目です。あー、やばいやつや。分かったよ。白菜とグレープフルーツの相性が最悪に悪い。え、お腹すくっていうよりさ、そっちの味に苦しむことになると思わなくなかった。僕ビギナーだから変にフルーツの酸味が入っちゃって、うん、え、ちょっと本当無理かも。え、ギブアップしちゃうの。マジで。でもほら、自分の健康のためにやるって。もう泣いたら許してくれるわ。泣いてもいいんだよ。いや、これマジでしんどい。まあ、やりたくてやってるんだからね。そうだよ、そうそう、あなたがやりたくてやってんだから。あなたが勝手に買ってきたんだから、これを。ちょっと飲んであげる。うん、いや、私意外と言ったら大丈夫。うそ。うん、飲んであげる。うん、じゃあお願いします。本当に。いや、まあ、マジで飲めない。マジ。じゃあ3本目ちょっとチートしましたが、タンインです。次が5本目。はい、人参、生姜、オレンジ、レモン、ウコ、大量の免疫力アップ、完成脂肪、美肌です。さっぱり生姜です。あ、いけるいけるいける。これね。うん、体調の変化は？体調の変化ない。いや、ご飯食べたいなって思う。はい。何してるんですか？帰ってくるの思ってるけど。何しておるんですか？ん、いや、まあ、明日用のね、回復食ですね。明日用のですね。まさか今日食べるなんて、そんなことは。さっき私が帰ってきたら壁に張り付いてなんか存在消してましたね。許してください。本当もう飲めないの。乾杯です。本当にもう無理です。本当に？本当にもう無理です。じゃあイエス東京さんに謝ってください。ごめんなさい。すべてのファスティングで健康になった人を尊敬しますね。尊敬します。もう頭が上がりません。無理でした。僕にもう軽い気持ちでファスティングやろうかななんて二度と言いませんね、はい、あの寝起きのテンションでファスティングやろうかなとか言うね、はい、もうこれもったいないから、じゃあ私が飲みます。私は野菜が嫌いなんです。うわ、意外といってるんだよ。
なんかこれ先生はまずいって言うんだけど、あの女の人は飲みやすい味付けになってると思う。そうなんだ。だって私はあの野菜が嫌いだけど、うん、なんかさっぱりしてるから、なんかフルーティーな感じがするから飲める。ティングを分け合うなんて聞いたことない。クレンジジュースを分け合うなんて。シェアファスティング。飲めました。リフレッシャー。リンゴ、パイナップル、グレープフルーツ、レモン、ピーチ、ローズ。リラックス効果、PMS 感は。ああ、あげます。あ、申し訳ない。君も一杯飲んだらどうだ。いえいえ、まずは社長から。しょうがない。で、これはローズの香りが。ミューカ。あ、ちょっと、ほんとこの。え、すごい。これは止まっちゃいけない。あ、でも、これは一番美味しい。マジ？今まで、あの、味見してきた中で。7本目飲みました。最後の1本です。ビーツ、人参、生姜、キャベツ、パセリ、オレンジ、レモン、代謝アップ、筋肉増強、アンチエイジ。はい、お疲れさん。え、すごい。味わっちゃいけない。ようやく逃がしですからね。いや、本当無理なんです。ごめんなさい。うん、しっかりと謝ってくれ。ノー東京でお願いします。はい、ノー東京。ノー東京。ああ、飲みました、全部。1本、花瓶に使っちゃってるんだけど、ちゃんと1日分の8本分を、なぜか2人で飲みました。どうでしたか？もちろん、美味しいものだとは思ってなかったけど。そうだよね。苦手な味だったの。この多分飲みやすくしてくれてるこのフルーツがちょっときつかったっす。で、うん、お腹もそんな減らなかった。でも夕方7時ぐらいからちょっと頭痛くなってきて、うん、でも好転反応って言ってさ、うん、まあ、別に悪いことじゃないらしいんだけど、うんうん、でももし飲んだとしたら結構良さそうだった。体の、あ、でもなんかすっきりはしたでしょ。うん、顔が一日食べてないってことだからね、うん、人によるし、飲める人は飲めるし、うん、これを3日間やって宿便が出たりとかさ、むくみがなくなったりとかって効果はあるんだと思うね。いや、でも本当に貴重な経験ができた気がする、はい、そんな感じで、イエス東京のワンデープチクレンズジュースレビューでした。はぁ、マジでありがとう。弱みを握ったね。